ハッピー。ハッピーはいつもの公園で散歩をしています。でも今日はなぜか周りが気になるようです。周りといっても誰一人いません。いい天気なので気持ちいいです。走るのも楽しくなってきたようです。ハッピーは肩を痛めてるのでちょっと気になりますが、楽しく走ってくれると嬉しいです。この公園でよく他のワンちゃんも遊んでることが多いので匂いがいっぱいあると思います。またハッピーもここでよく訓練をしています。もしかすると先生の匂いがあったりするかもしれませんね。初めの頃は先生のことをちょっと怖がっていましたが、最近では慣れたのでちょっといいなと思っています。きっと怒られる回数が減ったからかもしれませんね。かハッピーリード。今日は犬のおもちゃ選びについて考えたいと思います。おもちゃはコミュニケーションのツールとして、一緒に遊んでストレス解消したり、また一人で遊んだりすることでもストレス解消になります。特に外の天気が悪かったりするときは運動不足の解消にもなります。また普段家などの家具を噛んじゃう子もいますよね。これがコードだったりすると本当に怖いですよね。それをおもちゃを与えることで、おもちゃで遊んでくれると安全です。ハッピーもよくおもちゃを振り回して遊んでいます。こういうことでストレスを発散しています。また家で仕事中などに構ってあげられないとき、一人で遊んでもらうときもおもちゃが有効的です。そのおもちゃを選んであげるときは、その犬に合ったおもちゃを選ぶようにしましょう。また犬の体調に合わせて選ぶことも大切です。ハッピーは今肩を痛めているので、あんまりジャンプしないようなおもちゃを選んでいます。本当は走り回ったりジャンプしたりするおもちゃが好きですが、でも体調のことを考えて今は選んでいません。また遊んでいる時にすぐ壊れてしまうようなものは選びません。大型犬の子に小型犬のおもちゃを与えるとすぐ壊して飲み込んでしまう危険性もあります。パーツが取れてすぐ飲み込んでしまうようなものは危険なので、本当に注意しなければなりません。また硬すぎるおもちゃを与えると歯が欠けることがあります。噛むことによって顎の力を鍛えることもできますが、硬すぎるものはやめましょう。私は今ハッピーが遊んでいるようにデンタルケアができるものもいいと思っています。ハッピーはよく噛むことが好きなので、いつも歯が綺麗だねと褒められることがあります。当然このおもちゃだけでは歯石が取れないので、個別に歯磨きをしてあげる必要があります。犬が好きなおもちゃとしてロープがあります。ロープは噛んだり引っ張ったりできるので本当に好きです。飼い主と一緒に遊ぶものとして、また一人で遊ぶものとしてもロープは有効的です。また他のおもちゃと違って耐久性もあるので、ロープはおすすめです。体の大きさによって遊びやすい太さのロープがあると思うので、その子に合ったロープを選んであげましょう。いい大きさのロープがなければ自分で DIY で作ってあげるのもいいかもしれません。自分で作ったロープのおもちゃを愛犬と一緒に遊ぶのは面白いかもしれませんよね。また知恵系のおもちゃもあります。知恵系おもちゃは遊べせながらしつけができたり、トレーニングもできるのでとってもいいと思います。その子の能力にもあると思うので、いろいろと試してみるといいと思います。ハッピーにも何個かあげましたが、すぐに分かってしまいました。知恵系はやっぱり子犬の時がいいかなと思っています。その他にはぬいぐるみです。やっぱりぬいぐるみはいろんな形があるので、加えたり回したりするのが面白いのかもしれません。ハッピーもぬいぐるみが大好きです。ぬいぐるみの素材やその子の口の大きさに合わせて与えるといいと思います。ハッピーは口が大きいので、柔らかい素材のものだとすぐに壊してしまいます。犬用と書いてあっても生地が柔らかいものもあります。ハッピーのように激しい子はすぐ壊してしまいますので、生地の分厚いものを選びましょう。他にはボールです。
体を動かして十分な運動をしたいときはボールがおすすめです。運動をさせたいとき、ボールを使って運動すると飼い主も楽です。やっぱり子犬の時の運動量は本当にすごいですよね。私もボールに助けられました。まずは室内でちっちゃいボールを使って持ってくるようにしつけするといいでしょう。この持っておいでってボールを持ってきてもらわないと大変なことになります。ハッピーも子犬の頃は部屋の角を使って練習をしていました。なぜ部屋の角を使ったかというと、やっぱりちっちゃい時は持っておいでがなかなかうまくいきません。はじめは短い距離から覚えさせる必要があります。短い距離で持っておいでができないと長い距離では絶対に無理です。少しずつ距離を伸ばして練習していきましょう。また家ではうまくいったのに外ではうまくいかない時があります。周りの環境にもあるので、少しずつ距離は伸ばしていきましょう。他にはフリスビーもあります。フリスビーもボールと同じく運動不足の解消になります。フリスビーはちょっと大きいので近くに置いたり、また噛んだりして遊んで慣れさせましょう。ハッピーも初めは近くで遊んでいました。少しずつ興味を持ったらフリスビーを転がしてみるのもいいと思います。これもまずは室内から行うといいでしょう。フリスビーはボールより大きいので、もしかすると怖がるワンちゃんもいるかもしれません。匂いを嗅がせたり触れさせたりして安全ということを分からせてあげましょう。またフリスビーを飛ばす距離を少しずつ伸ばしながら上手に訓練していきましょう。ハッピーの場合は胴長短足なので腰の負担を気にしていました。なので私はフリスビーを飛ばすのではなく転がすようにしました。またフリスビーをうまく転がすのもちょっと難しかったです。これも運動不足の解消に本当に役立ちました。子犬の頃は本当に元気なので、こういうものを使って上手に訓練しないと人間が潰れてしまいます。道具をうまく使いこなせるようになるまでは少し時間かかりますが、ワンちゃんとのコミュニケーションにもなります。犬も飼い主の様子をじっと見ています。このようにおもちゃで遊ぶことは少し楽になることもありますが、絶対に目を離さないようにしなければなりません。おもちゃを与えるだけでいいということではありません。おもちゃの誤飲やまた怪我をしないようにきっちりと見張っていましょう。またおもちゃでたくさん遊んだ後返してくれるよう訓練も必要です。私はハッピーにちょうだいと言って返してもらうようにしています。これからもおもちゃを上手に使って一緒に遊んでいきたいと思います。